自分の子供で金儲けしてるバカ親 YouTuber。 ネットでは自分の子供で金儲けするな、子供で稼いで食う飯はうまいかという言葉があります。今日はなぜ私たちが YouTube 活動をしているのか少しだけお話ししたいと思います。まずはじめに、パパは新規事業をいくつか立ち上げている人で、今は2つの会社の役員をしています。そのため決して裕福ではありませんが、 YouTube の広告売上のことはあまり気にせず暮らしています。ではなぜ子供が主役の YouTube チャンネルなんてやっているのでしょうか。きっかけは子供たちが自分も YouTube に出たいと言ったことでした。そして毎日更新している理由は、今のうちから新規事業の立ち上げ方を教えておきたかったからです。今の子供たちが働き盛りの2050年、日本の人口の構造が大きく変わっているということを知っているからです。2050年には進化した人工知能が簡単な仕事を人から奪っているでしょう。日本人の数も減っていますので、多くの会社が倒産しているかもしれません。そんな未来を想像すると、みんなと同じように学校に行き、みんなと同じように就職するという道を進むより、今からお金を稼ぐ大変さ、貯める大切さを教えておきたいと考えました。子供は企画や撮影や編集を通じて生きた知識として売り上げを作ることを理解できます。そして私たちは毎月のお給料の金額も教えています。もはやこれまで通りのやり方ではうまくいきません。逃げても隠れても目をつぶっても少子超高齢化からは逃げられないのです。私たちは今は YouTube チャンネルをやっていますが、5年後にもやっているかは分かりません。ただ一つ言えるのは、その時にやりたいことをやって生きていくために今があるということだけです。さて皆さんがまだ10代の未成年だったら、ちょっと立ち止まって考えてみませんか。もし皆さんが10代の子供を持つ親だったら、30年後はやばいらしいぞという会話をしてみてはいかがでしょうか。グミ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 ペア、サンジーラおやつが甘い。